ピナル軍は、アメリカ合衆国アリゾナ州中部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は37万5770人であり、2000年国勢調査からは、約20万人増加し、2倍以上になった。軍庁所在地は、フロレンスである。アメリカ合衆国では、最大級のポットベリー豚保国である、アイアンウッド豚保国が、軍内のマラナにある。 ピナル郡内には、徒歩のオーダムネーション、平川インディアンコミュニティ、およびサンカルロスアパッチインディアン居留地の一部があり、またアクチンインディアンコミュニティの全部が入っている。フェニックス都市圏が南方に拡大してきたことで、ピナル郡の北部も都市化が進み始めた。マリコパやカサグランデの各市や多くの未編入領域では、人口成長が加速されている。 郊外開発はフェニックスから南方に、また通村から北方に拡大して、ピナル軍を貫通する可能性がある。ピナル軍はサンシャインレビューから透明度評価で A とされてサニー賞を獲得した。この評価はいかに多くの公的情報が軍のウェブサイトで公開されているかを査定するものである。ピナル軍は1875年2月1日に、 隣接するマリーコパ軍とピマ軍の一部を合わせて設立された。アリゾナ州では人口で第3位の軍であり、アメリカ合衆国では最大級に人口成長の高い軍である。ピマル軍では2008年の選挙まで軍全体にわたる公職に共和党員を選んだことがなかった。2008年の選挙では保安官に共和党員のポール馬房を 監査役に同じく、ブライアン・マーティンが選ばれて、この伝統が崩れた。続く2010年の選挙でも、共和党員のチャドロッシュが、上位裁判所事務官に選出された。2012年に予定される選挙では、ピナル軍の人口が増えたためにさらに二人の監査役が追加されるので、ピナル軍の政治に、重大な変化がもたらされる可能性がある。 ブラフスプリングストレールからのマイナーズニードルの眺め、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は5374.09平方マイルであり、このうち陸地は5369.59平方マイル、水域は4.50平方マイルで、水域率は0.08%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 2010年時点でアメリカ共生会社が運営するサワロ共生センターがピナル軍のイーロイ市にありハワイ州出身の男性囚人の大半を収容している。ピナル軍の編入済み領域と未編入領域及びインディアン居留地尺銅鉱のついた自然移動カーニーに近い霊鉱山から算出。ありがとうございます。